ねえ、かま、あ、足跡。敵が来たぞ。行くぞ。爆発するぞ。あら、行けー。よし、ハンモンゲット。よし、やっていくか。治療シアター、エリー記念研究所。三角頭の差は早いトレイル引くことです。忙しい。お分かりいただけただろうか。忙しい。テノシャいました。スプリントバースね、デッドアードナイト。おー、次マシタを狙う。Hey yo, what the fuck?おっしゃー、この見えなくなった瞬間を狙うんだぜ。お互いが見えなくなった瞬間にバーツを打つ。これが地獄のバーツを当てる秘訣です。よっこい小一とウィーンスポンしてジェネレーターを妨害しに行く。あっち側回ってそうだね。おや、なんか走ってるやつの声がしたな。おやおや、あらあらあら、つくば待ちですか。あ、そうしてくれてる分にはねえ、かま、あ、足跡。敵が来たぞ。行くぞ。爆発するぞ。あら、行けー。よし、三問ゲット。そう、これでオフレコを無効化できるんですよね。そしてこの人は素早く静かにクイックは OK。 よっ、おい、まあ、トレイル敷いてちょっとやりづらさを渡そうかな。お、恵んだようだね。でもどこにあるかわからないです。あ、こんにちは。こっちだな。ヤマト魂を見せてやる。おー、うまい。やるね。結構組められるときついねんな。あれ、そのまま行く。マジやるな君。あ、あるの。え、きつくね。なんかきつくね。なんかきつくね。よし。で、どこ爆発した。癒しの方を探したい。ちょっと報復の場所忘れてた。報復はどこだ。報復だった恵み通ってどこだ。疲労とサバの強さ的に余裕がなかったため、練習中の私が構成の解説をします。今回持ってきたパーク、打ち砕かれた希望。こちら生存者が恵んだトーテムを抑制すると同時にそのトーテムを破壊することができます。加えてもう一つのパーク、呪術ベンティメント、おなじみ破壊されたトーテムを復活させ、数に応じて生存者に多大な影響を与える頼もしいパークとなっております。セルフケアが弱体化されたため、今回でも恵み別れが増えてきたので、この構成を運用してみたものの、なんでするキャボタニーばっかなんだ。恵みはだとね、恵みはお前ら弱体化されたパークまだ使ってんじゃないか。分かってんのか。バージョン 6.1.0 が生まれたのはサバがする気に余ってたのか。コメントの中よ、クソったれ。お、え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 、あ、ありのまま今起こったことを話す。あ、いた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 。くっ、古くすんな。あ、それはあれか、疲労を管理したわけか。なるほど。わあ、避けられた。しかしここが回ってるのはかなりやばいんで、リーチの、あー、なんで殴ったの、なんかいずっぽろ。結構脳みそやられてるかもな。しかし今はペンティメントが起動してる。オペンティペンティ、オペンティメント。そして今リーチのヘイトを今黙認している。この目で確認していたんだかな。1台くらいええわ。よし、いやー、ねえ、な、何が起きて今。いろんなことが一瞬で何か起きたな。で、恵んでくれるサバがいねえな。で、固まるのは上側、下は上側でちょっとイチャコラしちゃおうかね。あるじゃん、ヤッシーあるじゃん。あった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 。じゃあこれをマイナス効果にしちゃいましょう。さあ逆転。さあペンティメントがあるさなか発電機を回すことは非常に困難な気がするので、サバを安定して終える時間ができるんですよね。ね、え、生成やばくね。生成やばくね。これちょっと大犯罪でしょ。これやばいでしょ。
こんな生成したらダメだよ。あー、なんで撃った？いける気がした？なら仕方がない。血を使用なんだよな。あ、当たった？かなり時間差で当たったな。そして逃げていった方向がかなり理想的だぞ。そしてペンティメント消えた。ペンティメントが消えるまでに、オーケー。まあこれは吊るした方がいいかな。ちょっと状況的にね、辛いんで。さあ、この状況からでも全滅できる保険があるんですか？結論、ないです。あー、多分そっちの方向をガン押しで通電 GG な気がするけど、送らせてくれるでしょうかね。あれ、そうでもない。普通に7、8割いってるもんだと思ったけど、意外と回していなかったんだぞ。敵が来たぞ。いける。オッケー、気持ちがいい。これはトンネル行けますね。ここから出るぞ。おっと、危ない。こうかな。よし、オッケー、やったぜ。ボノボノ、最後の審判食らわせてやるぜ。何も見えねえ。負傷してる人も2人いて、ちょっと厳しそうだもんね。 4% っちゃ 4% だけど、遅延してんの 4% だけ？そう思うでしょ。 4% もまあまあ悪くはないんですよね。 1% で 0.9 秒分、一応したら4秒弱くらい。え、そうでもじゃね。どうやら治療を優先したらしいが、隠密してんの？丸見えだよそれ。オッケー、これは袋小路ですぞ。ここだ、ここだ。そうよね、今の環境残り1台が回んなくなるのよね。さあ、全く釣っていないこの子を追っていきましょう。オッケー、お、登ってった？なるほど。降りてった？スマッチャクはないらしい。スマッチャクはない。これあれだな、持ってるな、身軽。ゲッチュ。うむ、右中の発電機をガン押ししてる気配がする。トレイルなんか引いてる場合じゃねえ。まっすぐ向かわなくっちゃ。いたー、いたー、私の勘に狂いはなかった。ドワイトがいたー。あー、そこの生成はちょっと反則ですって。これ永遠に追いつけない説あるぞ。これ踏んでいくか。はい、こんにちは。むむ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 、勝負だ。なに、絶対ここから出すな。よし、一発ゲット。どっちに行く？そっちに行く？右下行ってく？ハッチはどこだ？ハッチはあるのか？ハッチはないのか？さあ、ゲームスタートだ。どっち？そっち行く？あー、当たんねえ。逃がしたくない。ここから絶対出したくない。お前デッドロー持ってねえだろ。そっちだー、にゃにーいつまでやる気だ。ほらー、よっしゃー。普通に来るとは思わなかったろ。じゃ、食材の檻でおやすみなさい。あー、なんとかね。はい、素晴らしい発電機ペースでしたが、三角頭の防衛力にはかなわなかったといったところでしょう。よーし。